皆さんこんにちは。今回は、以前に紹介した話について、後日談的な情報があるので紹介します。解決には至っていないのですが、非常に興味深い情報をいただいております。一つ目、貞子ウイルス。以前に取り上げた、アルブラクラに登場する恐怖画像の話です。当時、ゴースト、とも呼ばれていたウイルスが存在し、通称貞子ウイルスとして有名でした。このウイルスでは、女性を加工したと思われる恐怖画像がいきなり出てくるというもので、この恐怖画像の元ネタについて調べていくという動画を以前に出したかと思います。このウイルス、正確には、ヒカル、というジョークソフトとして開発されたのですが、ダウンロードしたフォルダの中には、突然女性の幽霊の画像が表示される、と説明されており、この作者はメディアサイトの取材にも応じておりました。しかし、肝心な画像の出どころについては明かしておらず、結局正体は不明のまま今も恐怖画像としてネットに君臨しています。この画像に関する情報はほとんどないのですが、有志セキュリティウィキというサイトにて、ヒカルという名前のついた有名人の顔を加工したものだ、という噂があったという話が記載されていました。実は、同じ作者によってヒカルの他にマドカというホラーソフトも作成されていたのですが、これはヒカル同様、女性の顔の恐怖画像が表示されるというものです。過去にマドカが流行った際に、AV 女優の小沢まどかさんの写真集のサイトのリンクが貼られていました。さらに、マドカの実行ファイルとして、小沢 .exe が起動することも判明しております。そして、表示される恐怖画像が小沢まどかさんの顔と非常に似ていることから、おそらく元ネタは小沢さんだろうと結論付けました。なので、ヒカルについても、ヒカルという女優の顔が元ネタになっているのではないかと推測し、動画は終わりました。その後、先ほど参考にさせていただいた有志セキュリティウィキの管理人の方から連絡をいただきました。ウィキに書いていた噂に関しては、過去に YouTube にアップされていた貞子ウイルスの動画で拾った記憶があるとのことで、おそらく宇多田ヒカルさんであったとのことです。また、貞子ウイルスの作者の情報についてもいくつかいただいており、彼が運営していたブログが2つ見つかっています。そのブログの自己紹介ページにて、所持している書籍として、Apple 通信が記載してあり、この書籍に小沢まどかさんが載っていたそうです。なので、もしかすると、ヒカルに関しても元ネタは所持していた雑誌に掲載された写真かもしれない、とのことです。ただ、自己紹介ページにある本や CD などの画像を確認してくださったそうですが、元画像は発見できなかったとのことです。で、元画像が宇多田ヒカルであるという話が事実であれば、作者自身が認知している必要がありますが、彼のサイト内のリンクで、日本人歌手等の情報がまとめられたサイトが見つかっており、その中に宇多田ヒカルさんも掲載されているので、彼自身が認知していた可能性は高いです。ですので、宇多田ヒカルさんが元画像に使われたという説も、ありえないわけではありません。もう一つ、これは視聴者さんからの情報ですが、ジュディ&マリーのユキさんが似ているという話をいただいております。こちら比較画像ですが、確かに似ていますね。ただ、今のところ完全一致する画像は見つかっておりません。最後に、ヒカルに関しては、実は一部黒塗りされている部分があります。こちら明度を調整したものですが、左上と右上部分に不自然な黒塗り部分があるのがわかるかと思います。これが何なのかは不明ですが、おそらく黒塗りせざるを得ないものが映っていたと考えられます。例えば何らかのテロップであったり、画像を暗く加工しても浮かぶほど明るい色の枠部分があったりなど、そのような黒塗りしなければならない部分があったと考えると、やはり一度世に出ている写真である可能性が高そうです。以上、貞子ウイルスに関する追加情報でした。こちら引き続き情報をお待ちしております。二つ目、川辺で撮影した動画。これは数日前に紹介した話でした。簡単に説明すると、小学生が川辺で水死体を発見したという動画がアップされており、屈生、などと言いながら、
半笑いでその遺体を撮影していたという、衝撃的な内容になっていたらしいのです。動画のタイトルは、死体発見、だったといい、前回の動画ではそれらしき動画が投稿されていた形跡があったと紹介しました。あるツイートで、YouTube に死体発見、という動画がアップされていたらしき痕跡が見つかったのですが、その URL が投稿されていたものの、アーカイブが残っておらず、詳細は不明となっていました。今回は、この動画について一体どのような内容だったのか調べてくださった方がおりまして、その情報を紹介します。まず、動画 ID を Twitter で検索してみると、例の動画についてのツイートが多く出てきます。このツイートから、ガチでヤバいやつを発見して撮影中断になりました、というタイトルで投稿されていた可能性が高いです。さらに、過去にまとめサイトでもまとめられていたようで、その記事のアーカイブが見つかっております。その記事では、YouTuber が撮影中にガチの死体が見つかり放送事故へ、というタイトルになっています。当時のレスから、本当に死体が見つかっているものの、人が集まっているところを撮影していただけだったようです。このことから、このツイートにあった動画に関しては全くの無関係でした。なので、例の動画に関しては手がかりが全くと言っていいほどない、というのが現状になります。前回の動画のコメント欄も拝見しましたが、やはり同じ動画を見たという証言はなく、この動画については、実在したのかどうかすら怪しい話となっております。一応、現実的な話としては、何らかのホラー作品のワンシーンだったという可能性も考えられます。モキュメンタリー作品に似たようなものがあるというコメントをいただいており、実際に子供が死体で遊んでいるという映像があったようです。最近だと、公式がワンシーンをショート動画に投稿していたりするので、もしかすると、そのような映像だった可能性もあります。いずれにしても、似た動画が話題になっていたという情報すらないので、もし実在していたとすれば、ほとんどの人に視聴されることなく、削除されてしまったものと思われ、その場合だと動画の発見は非常に困難になってしまいますね。以上、以前紹介した話の続報を紹介させていただきました。情報ありがとうございました。あの有名な貞子ウイルスの画像ですが、やはり、光る、という名前にヒントがあるのかなと思っています。また、マドカ、の元画像についても小沢さんである可能性が高いものの、未だに未発見です。おそらく雑誌の写真を使ったのかなと思いますが、何か情報があればコメントお願いします。